こんにちは、あるいはこんばんは。生体院万堂です。ということで、こちらどうぞ。このマイクをりょうくんに借りてきました。借りパクしたいと思っております。で、使ってる使ってる携帯は俺と板くんは同じ12 Pro Max なのよ。確かに。そうそうそう。で、これで同時に撮って、あの音どっちがきっちり入ってるかっていうのを実験して、こっちの方がちょっとね、実験動画も多分サブチャンで上がると思うけど、もう言うたら私服、可愛い私服着てるよ。これちょっとやめて、だからあんま引かないで、引かないで、可愛い私服だから、これ引かないでダメだから、ここだけを見てほしい。まあ、ここまで、ちょっと待って、もうプンスカピーだよということで、買い込みで鳴らすときに音がこもっちゃうじゃない、よく。それをこの両方のカメラで、あ、マイクの差ちょっと比べてみようかなということで、本日背中バキバキですか？そうでもない。頑張ってよね、頑張ってよ。ちょっと急にはやっぱ作ってこれないですよね。作れなかった。でも病んでるでしょ。いや、膝痛いんで病んでます。あー、オッケー、よし、じゃあそれでやってみよう。ふつかかーくてーらしし。だらとふつかかーくてーらしし。だらとめっちゃだらと音、数が欲しいな、数が。首とかね、講習会に取っとかないといけないから。そうですね。なんでそんな小声なこれ。カットやで、ここ。いい粒じゃない。ちょっとしないと。板君ちょっと買ってみよう。これもう一回鳴らされてるんでしょ。鳴らされてます。実験だから。マイクテストだから。カリパクするか、買い取りますって嘘つくか、結果カリパクする。サンスカリ。ちょっと待って、本当に多分全然こう下から入ってる。そうですね、下から行きました。これちょっとここの施術後のカーブ見てほしいのよ。これが今これがいい具合になってるから。なったのここだけだから。やめます、俺じゃん。ちょちょ、上がっていくもんな。いや、もうちょっともう、なんか、自信喪失しました。完璧決まったもった。完璧とは思ってないですけど。うん、完璧はないでしょ？完璧じゃない。ちょっとも う, もう。それか、それじゃ待って待って。旅に出ようかな。いや、それか、もう病んだか。あー、ちょ、1年後で帰ってきます。やめなよ。仕事が詰まってんだよ。じゃちょっと売れると思っとくか。あとほら、服があるから、さらに音がね、ミュートかかるもんね。あとに行く。はいはい、行くんじゃないですけど。新しい機材があってウキウキして、今日も絶対やらなくちゃと思って。そういうことで、Tシャツかわいい。かわいいです。大丈夫、これ結構前のやつだけど。これの。見ます。ダメだって。すごいカットすか。俺の何見せようと。副乳でもあるんか、お前。ということで、ちょっと実験ね、どうなるか。これ動画もらって、左右比較出るんで、どっちの方が音いいと思ったか、ちょっとコメントいただけると嬉しいです。ということで。僕らの好みか、聞いてる人の好みかちょっとわかんないんで。で、ヨウ君さ、これのさ、800倍くらいでっかいやつ。どこのプロだよ、お前っていうマイクになったんで。余ったらしい。ガンじゃないですか。でしかも不良品だったので、初期不良がなんかいっぱい出たやつだったらしくて、で新品が送られてきたんで、これ一回も使ってないんでしょ。それもらっちゃってもらって、いやいや借りたんですよね。言い方は、ね、借りてるんです、借りてるんです。じゃあ借りたくすんで。よく見てないからどうせ運動が結構ぐらい配信来てますから。さっきもいたんです。まあ、ということで、まあ、ちょっとぜひどっちが良かったかコメントください。あの比較で、プロマックスのみとマイクありと、あの比較動画で出ますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。
。